ライブの心得。へえ、結構並んでいるんだな。おお、ほんとだ。会場10分前でも結構集まってるんだな。ん？陽花は何度も来ているんじゃないのか。いや、だって俺さ、こんなに早く会場に着いたの初めてでさ。早く？いつもはどのぐらい前に来てるんだ。早くて開演の5分前？まったく、陽花は余裕がなさすぎだ。いや、今日だって秋田の待ち合わせがなかったらそんくらいだったかも。絶対遅刻するなって脅してくるんだもんな。当たり前だ。1分でも遅れたらすぐに帰るつもりだったからな。厳しいな。でもそこがしびれるぜ。でも会場の10分前ってのもちょっと早すぎねえか。私はライブなんて初めてだからな。何があってもいいように時間に余裕を持っておきたかったんだ。わからないことがあったら聞くから教えてくれよ、陽花。オーケーオーケー、任せとけ。何でも聞いてくれよ。うん。しかし10分前でもこんなに後ろに並ばされるんだな。先頭の人は随分早くから並んでいるんだな。ああ、ステージ前のいいとこ取りたくて必死なんだろうな。いいとこ？指定席じゃないのか？コンサートとかだとそうだろ。席指定ってライブもあるけどさ、今日のはそんなお上品じゃねえからさ。スタンドオンリーフリーダム。中に入って好きなとこ行ってドリンク取ってくればいいんだ。ドリンク？チケットにワンドリンク分の料金入ってるんだよ。何でも好きなの飲めるぜ。アルコールはダメだぞ、陽花。オーケー、今日はノンアルコールで。陽花、帰るぞ。ごめんなさい、今のはジョークです。まったく。それで他に何か注意しておくことは？何か作法みたいなものはあるのか？作法？ないない。ライブはノールールノーフューチャー。いい音出してたらとにかく乗ってけ、楽しめ。うん、手拍子でもいいし踊ってもいいぜ。リズムに乗ってくだけでもいいからさ。わかった。しかし。ん？どうした？あまり気にしてこなかったんだが、私の格好少し地味か。そんなことないぜ。シックだ、超似合ってる。ありがとう。だがあの辺りの人と比べると気になってな。ああ、あの辺は今日出るバンドのファンなんだろ。気合い入れてきてんだ。陽花も結構派手というか気合い入っているのか。これ？うん、割と普通。最近の普段着こんなもんだし。昔の普段着は？昔の俺は死んだ。そうか。今日出るのはガールズばっかりだからさ、きついのはそんなにないし、あんま秋も固くなんないよな。ガールズ？今日はガールズバンドオンリー、ガールズデーだってさ。客もガールズオンリー。俺のお気に入りのバンドも入ってんだぜ。へえ、どれだ？あ、これこれ。なかなかファンクなんだぜ。ファンクね。具体的には？ベースが切れててギターがかっ飛んでる。ボーカルも油断してっとトイコイかっ飛ばしてくるんで気が抜けねえ。なるほど、わかった。そのあたりを注意して聞いてみよう。陽花のおすすめなら私も楽しみだ。あ、いや、注意とか難しく考えなくてもさ、いい音出していたら乗ってけか。そう、感じてくれ。わかった。ん、何？俺変なこと言ったか？いや、言ってない。楽しみなんだ。誘ってくれてありがとう。陽花と友達になれてよかったよ。もうすぐ会場だな。おう、そろそろ列も動くだろ。迷子になるのよな、秋。俺がしっかりリードしてやるからさ、離れないようにな。会場すっと一気に人がなだれ込んでいくからさ。わかった。それじゃこうしよう。こうして手をつないでおこう。これならはぐれないだろ。そうだな。そうしよう。列が動くぞ。しっかりリードしてくれよ。ああ。
任せとけ。